インターナショナルソサエティー・フォー・フィロソフィカル・インクワイアリーは1974年に創立された高い能力を持つ科学的、哲学的な国際的な団体である。エスプは高度な調査、独自の研究と貢献に専念している。会員は文化の啓蒙、文明の成長と発展のためにコミュニケーションを行う。エスプはオーストラリアのクイーンズランド州に住む心理測定の専門家。 クリストファー、ハーディング博士によって設立された。彼は1966年ギネスブックで世界で最もスマートな人物と認定されている。エスプでは検証に従って選任された役員により運営されている。エスプのモットーは真実を探るという意味のクィアリー・ベラムである。エスプは組織として公式な政治的見解や提携を持たない。知能を 社会の利益のために提供することに焦点を当て、メンバーの知的発達を推進するための議論や交流の場を提供することを目的とする。テレコムと呼ばれるジャーナルを発行している。タイトルはとコミュニケーションに由来する。この会報は幅広い会員が芸術作品、し記事を作成する。特に活発な議論を呼び起こす話題は歓迎される。団体への入会は、 社会的に受け入れられている知能検査、または適正検査を用いて測定された総人口の上位0.1%の認知能力を持つ人に限定される。エスプは非公式にサウザンドと呼ばれている。なぜなら1000人に1人の資格があるからである。その結果を言い換えれば、標準偏差16のスタンフォード、ビネー知能尺度では IQ149、IQ または 標準偏差15のウェックスラーチの尺度では IQ146 である。団体は正会員と高投票議員の投票によって民主的に運営されている。1981年のギネス世界記録ではエスプは239人の会員がいて平均が IQ160 であり148以上、196を少し上回る会員もいると記載されている。 1993年版にエスプへの別の言及が記載されている。2006年4月には会員数は29カ国で583人に増加したがアメリカの45州とコロンビア地区が大半を占めている。29カ国はオーストラリア、ベルギー、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、アイルランド、 イスラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ロシア、セルビア、シンガポール、スロバキア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国。エスプは、会員が人類全体の利益のために能力を提供することを促進するように設計されたシステムを持つ。メンバーシップには、通常6段階のレベルがある。 7番目の特別なレベル哲学者もある。会員は準会員のレベルで新規加入し、正会員になると投票権を得る。最初の6つのレベルは団体が定めた成果を実践することで達成することが可能である。外交官になるには候補者が推薦され、正会員の過半数の同意を必要とする。最高レベルの哲学者は稀であり、任命によってのみ達成される。 また、メンター及び、名誉会員は、団体の外部の人々である。ポール・ r ール・エリヒは1991年に、名誉会員になった。サンドリニ・エア・ディリー、サヨ・オエスプでは、団体の9つの目標を定めている、同様の興味と水準の知的能力を持つ、会員間のコミュニケーションを奨励し、思いやアイデア、発見を交換する。深く考えられた質問と応答によって、 会員の好奇心を養い、知識と知恵の視野を広げる。個人の成果を団体や人類への貢献に生かすよう、会員に奨励する。個々の主導するチャンネルを提供し、団体における役員のポストを提供し、団体に利益を与えて、会員の経験を豊かにする機会を提供する。会員が他の団体で能力を発揮するよう機会を提供する。既存の会員は、 新規会員を募集して入会テストを提案して団体の会員を増やす。自然な才能や能力を集め会員の成功をサポートする。教育、職業、生活において成功を探している会員に対話型のカウンセリングサービスを提供する。経験豊富な会員はヒントやアドバイスを提供する。ジャーナルのテレコムを通じて会員の関係を強化する。テレコムにおいて 団体の活動について知らせ、会員が経験を共有する。会員の啓発とアイデアの刺激のために、または団体の内外での結出した貢献を達成した、会員の資料及び自伝的スケッチを発行する。健康と長寿を通じて、会員の能力を引き出す。ありがとうございます。